トヨタ7、トヨタ7、トヨタ7は、トヨタ自動車工業、現トヨタ自動車のワークスチームが使用したプロトタイプレーシングカー。7の名称は、当時の国際自動車連盟車両企画グループ7、オープンに座席レーシングカーに対応することによる。1968年型、3リットルな、1969年型、5リットルな、1970年型、 5リットルターボと5リットルなの3世代があり、いずれもヤマハ発動機やトヨタグループ企業との共同開発である。トヨタは量産車と結びつくツーリングカーや GT カーのレースを重視していたため、本格的なレーシングカーの開発には消極的であった。しかし、メーカーの威信をかけた年に一度の日本グランプリでは、1966年の第3回日本グランプリより、 国内外のプロトタイプレーシングカーが出場するようになった。トヨタはこのレースに市販車ベースの 2000GT を投入したものの、プリンス R380 やポルシェ906、カレラ6といったプロトタイプには立ち打ちできなかった。早々期とも言うべきこの時期の国内のモータースポーツの盛り上がりや技術開発競争の激化に合わせ、トヨタは 自社発のプロトタイプマシンとなるトヨタ7を開発することになる。多くの市販車プロジェクトを抱えていたトヨタは、レーシングカー開発に人員を割く余裕がなく、2000GT の開発で協力関係にあったヤマハ発動機と再び組むことになった。トヨタ自公製品企画化のレース部門、後の第7技術部が基本構想を立案し、ヤマハ研究家が設計。 製造担当、トヨタ事項のワークスチーム、チームトヨタがレース活動を行うという体制あった。ヤマハは研究用に、フォード GT40 を購入。1969年以降はヤマハが新設した、袋いテストコースを拠点に開発が行われた。また、1967年に、トヨタ参加となった、ダイハツ工業も、風土施設の太陽や5.0リッターターボの、 共同開発などで参加している1968年にデビューした初代トヨタ7は社内コード 415S と呼ばれる。1967年春に開発計画がスタートし、同年8月にヤマハ側で具体的な開発作業がスタート。1968年1月に1号車が完成した。シャーシは ツインチューブ式のアルミニウム製モノコックを採用した。当時の最先端の技術に挑戦したというよりも短時間で製作できるという理由から選択したものであった。小さな構造物をリベットで繋ぎ合わせる形式だったが、走行中の負荷によりリベットが緩んでシ,ャシー構成が落ちるという問題が発生。補強を重ねたために重量超過という判理を負うことになった。 専用の V 型8気筒エンジンが完成するまでは、2000GT の直列6気筒エンジンを搭載してテストを行ったため、ドライバーズシートが前方寄りに位置している。サスペンションは 2000GT のレイアウトを流用し、リアのダンパーユニットをアッパーウィッシュボーンよりも上部に配置したのが特徴であった。ギアボックスは ZF 製の5速 MT。エンジンは、 アルミニウム合金製の 2986cc90 度 V 型8気筒な DOHC2 バルブの 61E 型を開発した。当時のインディカーレースで活躍していた 4200cc フォード V 型8気筒エンジンをモデルとし、V バンク内排気というレイアウトを採用した。排気量無制限のグループ7マシンにもかかわらず3リットルエンジンを 選択したのは1968年改定のグループ6スポーツプロトタイプ規定に合わせた目で日本グランプリで結果を出した後将来的にはヨーロッパの耐久レースに参戦したいという意思があったというまた開発初期にセンチュリーのエンジンブロックの流用が検討されてたという経緯もある日本電装が開発したインジェクターは吹きっぱなしの連続噴射式 交渉出力は 330PS、8500rpm だが、実際はそこまで達しておらず、シャーシの重量増もあってパワー不足に悩まされた。その後の開発により、最終的には、出力 328PS、8000rpm、最大トルク30.8メートル kg 6400rpm が得られたと報告されている。なお、 アメリカのピートブロックに依頼した試作車、JP6、車内故障 400S に搭載してのテストも行われた。ボピは、オープン、グループなので、カウルは、繊維強化プラスチック製。シェイクダウン後は、テスト結果に合わせて、フロントノーズの形状変更、オーバーフェンダーや、リアスポイラーの追加などのディファインが行われた。耐久レースに出場するときはヘッドライトを装着した。 エンジンカウルは、エキゾーストパイプを覆い隠すタイプと、エキゾーストパイプが上部に露出したタイプの2種類を用した。1969年に登場した2代目、ニューナナ,ナは、車内コード 474S と呼ばれる。1968年5月の日本グランプリ、直後に開発がスタートし、同年7月に、ヤマハが具体的な開発作業に着手。 1969年3月末に1号車が完成した。シャーシは問題の多かったモノコックからコンベンショナルな交換スペースフレームに変更。走行後にパイプ内に圧縮空気を充填し、フレームのひび割れがないか検査した。リアサスペンションは一般的な4リンクとされたが、初代よりもステアリングが重く、強いアンダーステア傾向を示した。 ラジエーターはフロントからシャーシュの両サイドへ移設され、エアインテークはカウル上面、コックピット両脇に開口されたシャパラルが線弁をつけたサイドラジエーターは当時としては目新しい設計であった。ギアボックスは ZF からヒューランド5速に変更。前年の日本グランプリでシボレー製5.5リットルエンジンを搭載する日産。 R381 に敗れたことから、グループ4、スポーツカー規定いっぱいの 4986cc まで拡大した 79E 型エンジン、90度 V 型8気筒、DHC4 バルブが開発された。当時量販され始めた、フォーミュラ1号フォードコスワース DFV エンジンを手本とし、実物を入手したのは、基本設計の終了後、エキゾーストが、 一般的なバンク外廃棄に変更され、インジェクターが定時噴射式に変更された。1969年の日本グランプリでは、エンジン上部にインダクションポッドが追加された。交渉出力は 530PS、7600RPM で、最大トルク53メートル KG、5600RPM。ベンチテストでは、最終的に 584PS。 8400rpm 53.07m kg 6500rpm を記録した。なお、3リットル7と同じくエンジン完成までは、シボレー5.8リットル V 型8気筒エンジンを搭載してテスト走行を行った。当初、ボディはクローズドグループ4ロングテールタイプとして開発された。474s の完成前には、 415S に試作ボディを仮装してテストを行っており、袋井でのテスト中に福沢幸男が事故死した時にはこのロングテール3リットル7をドライブしていたチームトヨタのリーダーだった細谷志法洋も一週間ほど前にや田部テストコースでこの車両を走らせたと述べている。しかし重量が増えることに加え、ドライバーから視界が悪いという不満が出たため、 オープンのショートテールボディへと再設計された。ボディカウルは、大発工業の風洞施設で実験され、局面的な 415S よりも直線的なデザインとなった。この年、FIA が安全面から一時ウィングの使用を禁止したため、日本グランプリではリアスポイラーを取り付けていたが、11月に行われた第2回ワールドチャレンジカップ、富士200マイルレース通称。 日本キャンアムはルール適用外だったため、1枚版の大ンリアウィングを装着した。このリアウィングは骨組みにバルサを用いて軽量化したもので、1970年の3代目でも使用された。1970年に登場した3代目は、車内コード 578A と呼ばれる、合成強化と軽量化に加えて、国産初の下級式、 ターボチャージャーレースエンジンを搭載した。1970年1月から開発が始まり、同年5月には1号車が完成した。製作費用は1台2億円と言われる。車種は、先代と同じく、スペースフレームだが、フレームの材質を、クロムモリブデンから特殊アルミ合金に変更。他にも、マイナス1 0 0ラムの軽量化を目標として、サスペンションアームや、 ドライブシャフトなど各種に、チタンやマグネシウム合金を使用した。コックピット後方のバルクヘッドにエンジンをボルト止めし、サブフレームで補強するセミストレスメンバー式とした結果、車体のよじれ合成は 474S の約2倍となり、エンジン周りがシンプルになることで、サイドラジエーターの気流通過が改善されるというリットもあった。474S は、左右両側ともラジエーターだったが、 578A では、右がラジエーター、左がオイルクーラーとされた。サスペンションを改良した結果、操縦特性が安定して、ニュー u 7よりもコントロールしやすくなった。トランスミッションとクラッチは、愛心製紀の国産製となり、ギアボックスケーシングは軽量化のため、マグネシウム合金製とさだ。91E 型エンジンはリトルの十九 e 型をベースにして、 ギャレットエアリサーチ、製ディーゼルエンジン用ターボチャージャーを2個装着した。ヤマハの研究課長が投資した際、ドイツの技術者、ミハイル・マイからターボ機構を紹介され、使用契約を結んで採用した。1968年のインディ500では、ターボエンジン車が初優勝していたが、ターボラグなどの問題から、耐久レースでのポテンシャルはまだ未知数だった。スロットルは、 スライド式からバタフライ式へ変更。インタークーラーは装備されていない。交渉出力は 800PS、8000rpm だが、これは嘘800ということわざになぞらえて控えめに発表した数値であり、実装工では850馬力以上出ていたという、細谷は実際は1000馬力は出ていたはずですと語っている。 テストでは最高速時速 363km を記録したというが、燃費は 800m リットルしかなく、計250リットルの燃料タンクを搭載していた。また、79E 型エンジンを新車種に搭載したナバンも製作された。こちらはエキゾーストが髪型に移されている。ボピは、ラジエーターインテークが側面に移り、中ダクト風に変わったのが特徴。 空力安定性を高めるためノーズがダルな形状になり、フロントフェンダーにバックミラーが埋め込まれた。繊維強化プラスチックの裏地にカーボンを格子状に接着し、当時最新の素材だった炭素繊維強化プラスチックとしたことで、カウルの厚みを従来の半分の1ミリメートル程度にまで薄くすることができた。ホソヤはターボ仕様について5速でもホイールスピンするほどトルクが あるので、ステアリングできっかけさえ作れば、マシンの向きを自由自在に変えられたんです。ターボラグは早めに、スロットルを踏み込むなどのテクニックで、十分カバーできたんですと説明し、これまで数えきれないくらい多くの車に乗ってきましたが、あれは間違いなく最高のものでしたと語っている。トヨタは1967年の第4回日本グランプリを欠場し、 翌年の大会に向けて3リットル7の開発を進めた。1968年2月3日に鈴鹿サーキットにて 2000GT のエンジンを搭載してシェイクダウンを追い2月半ばより 61E 型エンジンを搭載。3月より日本グランプリの舞台となる富士スピードウェイでテストを重ね本番と同じ走行距離で模擬レースも行った。 5月3日の1968年の日本グランプリにはチームトヨタの4台がエントリー。ドライバーごとにボディカラーが塗り分けられ、細谷四方洋が赤、藤田博士が白、大坪義雄がクリーム色、福沢幸男がダークグリーンだった。予選は福沢の6位が最高で、テスト時のベストラップよりも2秒、遅1分56秒台だった。 決勝でも5リットル級マシンのペースについていけず、大坪の8位、5周遅れが最上位という惨敗に終わった。6月26日には記念すべき、第1回鈴鹿1000キロメートルで、福沢幸夫、新新人も彦組が7の公式レース初優勝を挙げた。また同月の全日本鈴鹿自動車レース大会でも、1から3位独占を果たす、細谷が優勝。その後も、 国内の耐久レースに積極的に出場して勝利を重ねた。11月23日の日本キャンアムワールドチャレンジカップ富士200マイルレースには5台が出場。アメリカから来日した大排気両者を相手に福沢のドライブで4位入賞と検討した。5リットルニュー7の登場までは Q415S でのレースを継続した。2月12日のテスト中に 福沢が事故し、前日、4月の富士 500km では新たにワークス入りした河合実が初優勝した。474S は3月27日よりテストを開始し、5月にはクローズドボディからオープンへ改装された。7月22日の全日本富士 1000km にて実戦投入され、伏した大坪組がデビューウィンを飾った。 日本グランプリの前哨戦とされたネットスピードカップでも日産 R381 自社製5リットル V 型12気筒を破ってワンツーフィニッシュした10月10日の1969年の日本グランプリには外国人スケットやトヨータ自販系ドライバーも加えた5大体制でエントリーカラーリングは白地に色違いのストライプで細や茎止め広雪 赤、河合、青、高橋春国、福下、紫、蟹江恒星、三崎清、オレンジ、ビッグエルフォード、高橋敏明、ダークグリーン。予選は、日先止めの4位が最高で、ポールポジションの日産、R382、6リットル V 型12、気筒エンジンから4秒差をつけられた。決勝も R382 勢が独走し、 後方でトヨタとポルシェが争う展開となり、河合が3位、1周遅れを獲得した。この2年間、日産陣営が開発の遅れもあって、ギリギリまで手の内を隠したのに対し、トヨタは十分な事前準備を持って、日本グランプリへ臨んだものの、本番では性能差を見せつけられる結果に終わった。 11月23日の第2回日本キャンアムには3台の 474S と1台のマクラーレントヨタ。後日がエントリーし、河合の 474S が優勝した。6月初めに7ターボのシェイクダウンを行い、早速、袋井のコースレコードを4秒短縮した。しかし6月8日に日産が日本グランプリ不出場を発表し、 日本グランプリ主催者の日本自動車連盟も大会の中止を決定した。その後はアメリカのキャン・アムシリーズ参戦を目指して開発を続行し、7月26日の富士 1000km レースの前座では乾、い、ター、赤、細や、ターボ、オレンジ、日先止めの3台がデモランを行った。8月26日にはトヨタの社内委員会で、 キャン・アム参戦が認可された。しかし、当日午後に鈴鹿サーキットでテスト中の河合が事故死し、プロジェクトは水泡と返した。日産も R383 にツインターボを搭載してキャン・アムに参戦するつもりだったが、トヨタと同様に計画中止となった。キャン・アムシリーズでは1972年にポルシェがターボエンジンを搭載する917。 10K を入りして圧勝する。もしトヨタや日産のキャンアム計画が中止にならなければポルシェとのターボパー競争が実現していたはずだった。初代の3リットル7は14台が製作され、使用後は全車が廃棄処分とされた。2代目の5リットル7は12台が製作され、河合がドライブした日本キャンアム優勝者のみが現存し、その他は廃棄処分とされた。 2007年には、テストはされて初走行した。3台目の5リットル7は6台が製作され、1号車はテスト後廃棄、河合いの5号車は事故車両として警察に押収された。残る4台のうち2号車、ターボは、オランダにレンタルされ、3号車、ターボ4号車、な6号車、ターボは、国内にある。トヨタンが池記念館等で保管されていたが、 トヨタ博物館の開館に伴いそちらに移された。その後レストアが進み、2002年のグッドウッドフェスティバル、オブスピードに、ナッシャ、2003年の同イベントに、ターボ車が登場した。578A 社は、実戦走行がないにもかかわらず、その大胆なスタイルから人気が高く、前述のイベント走行の他ゲームの、グランツーリスモシリーズにも、登場。 ガングや模型化も多く知名度は高い。国内にある車両はその後のイベント等でもデモ走行を行っている。2008年に行われたドライブ王国2008インスゴでは 2000GT やスポーツ800とともにクラシックカーパレードという形でそうした。マクラーレントヨタはオリジナルスタイルに戻され、1970年に黒沢レーシングに売却され、 1971年には、堺レーシングに、そして現在は、ニュージーランドのブルース・マクラーレントラスのメンバーの手元にあり、ヒストリックカーレースなどで活躍中である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。